ペルー地震は2007年8月15日23時40分58秒にペルー沖で発生したモーメントマグニチュード8.0の地震。揺れは約2分間続いた。震源はリマの南南西 150km、震源の深さは 30.2km。本震と余震以下県にあるピスコ、イカ、チンチャールタとリマ県のクエンカが最も被害を受けた。 さらに、地震は、首都リマでも感じられ、ガラスが割れる被害が出た。また、プカルバ、イキトス、コンタマナ、トリヒーリョ、カハマルカといった、ペリューの他の都市でも、同様の被害があった。以下では、教会が倒壊し17人が死亡、70人が負傷した。彼らは、ミサの出席者だった。また、約8万5000個が倒壊した。 リマの南東 260km にある都市ピスコでは、家屋の約80%が倒壊し、430人の市民が死亡し、うち100人が市の広場にある聖堂の倒壊に巻き込まれて死亡した。ペルー政府は死者510人と発表した。同日現地時間19時2分、チンチャアルタの北東 113km でマグニチュード5.8の余震が起こっている。 現地時間19時19分には、イカの南南西 48km を震源に、マグニチュード5.9の余震が起こった。マグニチュード5以上の余震は少なくとも10回以上、記録されている。翌日、ピスコの病院に収容できなかった被害者は、リマへ飛行機で運ばれ深夜に到着した。8月19日日曜日には、コロンビアの大統領アルバロウリベが、 援助物資とともに被災地の床に入った。この地震はナスカプレートと南米プレートの境界で発生した。両プレートは年間約7.8センチメートルずつ接近している。この地震では両プレートの境界面で断層運動が生じ、南米プレートがナスカプレートに対してせり上がる形で海洋方向に動いた。専門家はこの地域での同様の地震は100年周期で、 起こると主張している。ペルー海岸部では大地震がたびたび起こってきた。2007年8月15日の地震は1908年と1974年に起こったマグニチュード8級の大地震の震源の近くで起きている。またこの地震の震源は1966年にペルー北部で起きたマグニチュード8.2の地震の震源の南にあたり2001年に ペルー南部の大都市、アレキパ付近で起きたマグニチュード8.3の地震の震源の北にあたる。ペルー沿岸での過去最大の地震は1868年に起きたマグニチュード9の地震で、津波により南米大陸沿岸全体で数千人の死者を出し、ハワイにも打撃を与えた。津波電波の様子この地震で、ペルー、エクアドル、チリ、コロンビア、さらに遠く、 ハワイにまで津波警報が発せられた。警報は後に解除されたが、ペルー中部の港湾都市カヤオの一部住民は避難を行った。津波警報は中米のパナマ、コスタリカでも発令され、ニカラグア、グアテマラ、エルサルバドル、メキシコ、ホンジュラスなどでも津波注意報が出された。警報、注意報は25センチメートルほどの津波が去った後、解除された。 日本の気象庁も8月17日の午前1時4分、午前4時頃に北海道に50センチメートル以上の津波が来る可能性があり、以後の数回にわたり津波が到達する可能性があるとして北海道から沖縄県までの太平洋沿いの地域に津波注意報を発表した。日本沿岸では和歌山県の那智勝浦町に午前5時過ぎに高さ、 数センチメートルの津波が観測され、以後午前中に、北海道から沖縄にかけて高さ10センチメートルから20センチメートルの津波が押し寄せた。なお、日本の気象庁は、日本沿岸の津波注意報を午後1時に全て解除した。ありがとうございます。